前回とは様子が変わってるな。とんでもない大きさね。短時間でこんなに大きくなるなんてどう考えても異常よ。大妖精じゃない。よくここまで来られたわね。あたいが大ちゃんの用心棒としてついてきたからね。あの、ちょっとだけ待っていてもらえませんか。お、ええ。妖精が豆鉄砲を食らったような顔して。言っただろ、お前の店を利用するときは意地でもお金。あら、あれって本気だったのね。勢いで行っちゃっただけで守る気はないのかと思ってた。失礼だな、私は自分で言ったことは必ず守るぜ。それに子供はあたいが許さん。おっかない用心棒もいることだしな。それでこれからどうするの。どうしたもんかな。犯人を見つけてとっちめてやろうと思ってたんだが、メモリーコアを元に戻す方法もわからないし、正直お手上げだぜ。チルノちゃん、どうしたチルノ。うお、チルノの体が半分になっとる。心配性だな、アリスは。ほら、お前も覗いてみろよ。本当に大丈夫なんでしょうね。これは…どうやらこの中には、こことは別の空間が広がっているみたいね。こことは別の空間？ええ、本来なら持ち主に返されるはずの記憶、それを溜め込んでしまった結果生み出された空間なんじゃないかしら。いろんな奴の記憶がまぜこぜになった空間ってわけか。あの、お二人はメモリーコアの中に入るつもりなんですか？正直気は進まないんだけど。この中に犯人がいることは間違いなさそうだからな。面白そうだからあたいもついていきたいところだけど、あたいには大ちゃんを守るっていう使命があるからね。あたいが大ちゃんを心配する気持ちは炎にだって溶かせないんだから。チルノちゃん、あれ、あたいたちここへ何しに来たんだっけ。ピクニック。チルノちゃん、チルノのやつ、記憶を吸い取られやがったのか。大聖霊樹の記憶を吸い取る力はメモリーコアに近づくほど強くなっていくみたいですね。
中に入ったらさらに強くなるんだろうな。思った以上に厄介そうね。気をつけていきましょう。だいぶ奥まで進んできたけど、まだまだ先は長そうだな。あれ、何してるんだ、アリス。上海。ほーらーい。記憶を吸われて道を忘れてしまうかもしれないのよ。なら目印をつけておくのは定石でしょ。さては、食べかけのパンをちぎって置いてるんだな。いいえ、魔法の糸を這わせているのよ。言っておくけど、食べられないからね。上海。ほーらーい。じゃあ、この浮かんでる結晶は関係ない。浮かんでいる…ちょっと、あんまり不用意にさ…平気。うわま、マリサ。おい、どうした？私のおとといの晩ご飯はオムレツだった！どうでもいい情報をありがとう。多分これ、大聖霊樹が吸った記憶が結晶になったものだ。触れるとその記憶を垣間見ることができるみたいだ。へえ。本当ね。こんなもんが現れるってことは、意外と終わりは近いのかもしれないな。気合を入れていくぜ、アリス。なんだよ、その顔。あなた、一人でこっそりと決めポーズとか練習してるのね。忘れろ。何勝手に見てんだよ。出来心だよ。弾幕はパワーだぜ。冷却魔法。記憶をなくすまでミニハッケロで後頭部を強打する。わかった。忘れるから。本当か。
今の記憶に触れた時、その時マリサが感じていたであろう気持ち、感情が流れ込んできた。まるで自分自身のことであるかのような錯覚を起こしそうになったわ。今のはどうでもいい記憶だったから大丈夫だったけど、もし悪い記憶やそれに付随する邪悪な感情が流れ、マリサ、この先気を引き締めていかないと。いた、そんな決め台詞練習してない。痛い、違う違う。それにアリスもどうしてこんなところにいるの？それはこっちのセリフだぜ。どうしてお前がここにいるんだよ。どうやってここへ来たのかはわからないけど、この子がメモリーコアを刺激した犯人だったみたいね。おいフラン、お前のせいで今妖精の国が大変なことになってるんだぜ。妖精の国？ああそうだ、妖精たちが困ってるからおとなしく一緒に帰ろうぜ。私は何も悪いことはしてないよ。ただここで遊んでいただけだもん。細かい説明は省くけれど、この場所メモリーコアを刺激すると大精霊樹が暴走してしまうの。このままでは外にいる妖精たちに被害が出てしまうわ。そうなる前にここから出てほしいのよ。へえ、そうなんだ。フラン？どうしちゃったんだよ。早くここから出よう。いやよ。私がここで暴れれば暴れるほど、この木も一緒になって暴れてくれるんでしょ。最高じゃない。まだまだ遊び足りないと思っていたの。一緒に遊びましょう。気をつけてマリサ、あの子様子がおかしいわ。一体どうなってんだ。きっと邪悪な感情に支配されているのよ。なんだよそれ。さっき私たちも記憶の結晶に触ったでしょ。同じようにあの子も触れてしまったのよ。邪悪な感情を内包した悪い記憶にね。そんなバカな。いくら悪い記憶とはいえ、それに触れたくらいでこんな風になるか。あなたが触れたのは自分の記憶だったからわからなかったでしょうけど、記憶の結晶の影響力はかなりのものよ。私でさえ自分が本物のマリサだっていう錯覚を起こしそうになったわ。おいおい、マジかよ。あの子は純粋すぎるのよ。だから記憶の影響をもろに受けてしまった。今のあの子はフランドール・スカーレットであって、フランドール・スカーレットじゃないわ。何をこそこそ話しているの。私も仲間に入れてよ。一人は嫌だよ。おいフラン、正気に戻れよ。ねえ、何して遊ぼうか。し、聞きやしないぜ。あなたの声が届かないんじゃ私が何を言っても無駄でしょうね。何して遊ぶって聞いてるんだけどな。来るぞアリス、構えろ。仕方がないわね。シャンハイほーらーい、お人形遊びでいいなら存分に付き合ってあげるわ。
でしょ。よっしゃ、じゃあこの作戦でいくぜ。誰もいなくなる。どうでも？やれやれ、飛んだお嬢様だぜ。おい、大丈夫かフラン。正気に戻ったならまず話しようだな。こいつは。どうしたのマリサ？マリサ？ああ、退屈だわ。お姉様は相手してくれないし、他のみんなも忙しいからってあんまり遊んでくれないんだもん。から抜け出してやろうかしら。うん、それがいい。そうしましょう。普通に出たら見つかっちゃうから壁に穴を開けてそこから出ようっと。ここら辺かな。キュッとして。破壊の力で次元に穴を開けて、そこからここへやってきたってわけか。まったく、とんでもないやつだな。マリサ！ちょっとマリサ、ぼんやりしないで。とあれ、フラは？まだまだ元気みたいよ。上海、ホーライ、あの子を捕獲していた糸も全部振りほどかれちゃったわ。
の記憶が、感情が…幻想郷には私の全部全部全部私のおもちゃにしてあげるんだから。まさかこんな奥の手を隠していたなんて。さっさと止めないと。妖精の国だけじゃなくこの神事も危ないぜ。上海ほーらーい。それならちゃんと止めないとね、王様。言ってくれるぜ。そして言われるまでもね。
せてやるぜ。無駄無駄、そんなんじゃ一生かかっても
それなら再生速度を上回る火力で消し飛ばすしかない。悪いなフラン、少し痛いかもしれないぜ。魔法させないんだから。知れないと思って、勇気を出してここまで来たんです。アリスさんの意図のおかげで迷わずに済みました。なんでなんでなんで、どうして私の邪魔をするの。私がかき消すよ。まさかお前たちに助けられるとはな。それじゃあ私は最後の一仕事をしてくるぜ。よっ、バカにして、大事よ。死角から私のツタで。させない。騎士ドールオブラウンドテーブル。私の能力にかかればあなたのツタの動きなんて。ナイスアシストよ。このよう、フラン、隙だらけだね。さてフラン、ちょっと痛いが我慢しろよ。お前の後ろのでかいやつを私の最大火力で吹き飛ばす。終わったら妖精の国で遊ぼうぜ。弾幕はパワーだぜ。これでも食らいな。魔法マリサさん、マリサさん、マリサさん、頑張れ、シロクラ、ジェイちゃん、ハワイ、マリサ、
私、やっぱり王様になるのやめとくわ。なんで?どうして?あんなに乗り気だったじゃん。異変を解決したおかげで、みんなの支持も得ているのに。真面目な話、私は王様としてこの国を守ることができなかったからな。そんなことないです。マリサさんはちゃんと。おいおい、最後にお前らが助けに来なかったら私はやられていたんだぜ。よく頑張ったな。お前らは私の命の恩人だぜ。私たちが命の恩人だから、この国を守る王がいるとしたら、それはお前たちだ。元王様の私が認めたんだ。自信を持っていい。でもその時は協力するぜ。異変解決の専門家兼お前。それなら安心。なんかうまくいく気がしてきて。そうね、なんとかなるなる。うんうん、やっぱ妖精はこれくらい単純じゃないとな。それじゃいい感じにまとまったことだし、国を挙げて異変解決のお祝いでもするか。はーい。大精霊寺も元に戻ったし、一件落着ね。そうだな。あの、マリサ、ごめんなさい。私、おお、姿が見えないと思ったらこんなところにいたのか。これから異変解決のお祝いをするんだ。一緒に来いよ。この私が直々に妖精の国を案内してやるで。でも私のせいで妖精さんたちは迷惑したんでしょ。許してくれるかな。心配するなって。こういう時のための元王様だ。妖怪と妖精の橋渡し、最後の仕事にふさわしいじゃないか。ついてこい、フラン。フランドール・スカーレットを紹介してやるぜ。じゃないんだけど、まあいいわ。こんにちは、フラン。こんにちは珍しいじゃない、あんたがここに来るなんて。マリサから聞いてると思うけど、私も冒険についていくことにしたから、よろしくね、レイノ。え、そんな話聞いてないわよ。よし、頑張るぞ。ちょっとどんな場所に連れて行ってくれるのかな。楽しみだな。はあ、話を聞かないったらありゃしないわ。まったく、はしゃぎすぎて日焼けしないよう気をつけなさいよ。マリサだ。やっほー。
そう、元気そうだな、フラン。どうだ、この国は気に入ったか？とっても。お祭りみたいで楽しいし、見たことのない景色がいっぱいあるんだもん。初めてここへ来た時はあんなにしょげてたくせにな。がいなかったら、私はずっとしょげたままだったかもしれない。私がこうしていられるのは、あなたが手を引いてくれたおかげなんだよ。ありがとね、マリサ。よせやい。いつもしている冒険に比べたら。冒険ねえねえ、私もマリサみたいに冒険をして、マリサにできるなら私にだってできるはずでしょ。なんか腹が立つ言い方だな。なあフラン、井の中の蛙大会を知らずって知ってるか？蛙の大会？その大会じゃない。要するに、お前は井戸の中のちっぽけな存在だから。どういうこと？私は井戸の中になんか入ったことないよ。そりゃそうだ、井戸の中ってのは危険がいっぱいなんだぜ。あんなところに入るのはよほどの命知らずか霊夢くらいなもんだぜ。大げさだな。たかが井戸でしょ。ところがどっこい、たかが井戸と侮ることなかれ。この幻想郷には別の空間につながっている井戸なんかもあるらしいね。本当？決めたわ、私この国の井戸に入って冒険する。いやいや、あくまでもそういう井戸があるらしいってだけで、ここの井戸がそうだとは。でもこの井戸はどこか別の空間につながってるみたいだよ。マジかよ。よし、助けた。おいおい、大丈夫か？心配だな。仕方がない、私もついていくぜ。お前は危なっかしいからな、保護者が必要だろ。ありがとうマリサ。よし、頑張ろあるんだが、どうやって大精霊城を暴走させたんだ？いくら考えてもそこだけがよくわからなくてな。メモリーコアに松明を近づけただけだよ。松明？メモリーコアに松明を近づけてみたらさ、大精霊城が狂ったように記憶を吸い始めたんだ。うわ、火で炙ったのかよ。地獄の妖精のいたずらって結構過激なんだな。照らしただけなんだけど。でもさ、なんでそんなことをしようと思ったんだ？あたいの松明の炎は目にした相手の心を狂わせるんだよ。それが人であれ妖精であれね。なるほど、大精霊樹にも効果があるかもしれないと思って。結果散々な目にあったけどね。ま、これに懲りたら火遊びはほどほどにしておくんだな。でも妖精はいたずらしてなんぼでしょ。少しぐらいやんちゃしても。冗談だよ、冗談。だから無言で身に吐きろを構えるのはやめて。
いらっしゃいませ。へえ、まだやってたのか。まあ利用させてもらってる身としては助かるんだけどさ、ぶっちゃけ楽しいか？はい、楽しいですよ。ふんふん、ふんふん、ふんふん。あ、おい、フラ、下手に触って商品を壊すなよ。はーい、壊さないよ。ふんふん、ふんふん、ふんふん。何か？最初に見た時からずっと思っていたのだけれど、綺麗ね。はい、とても綺麗に商品が陳列されていて感心するわ。あ、うん、お店のことですか。変な勘違いしちゃった。商品のジャンル分けがきちんとしているし、素晴らしい仕事だわ。そんな、もう普通にやっていたらこうなっただけです。それにちゃんと片付けておかないとチルノちゃんに踏みつぶされちゃいそうね。とんだ用心棒だな。おいチルノ、はしゃぐのはいいがちゃんと前を見ろよ。足元がお留守になるぜ。大丈夫だ。あたいのお先は真っ暗だからな。ダメじゃん。ほら、言わんこっちゃない。それを言うなら天下りね。あれ、そうだっけ。うん、まあいいわ。それでいつまでここに居座るつもりなの？あなたはもう王様じゃないの？
いつまでもここにいる理由なんてないと思うけど。ここにいるよりも面白そうなことがあったらその時は出ていくかな。やれやれね。きっと誰かに迷惑のかかるドッキリとかに率先して乗るタイプよ、あなた。はあ、そんなことするわけないだろ。私は人に迷惑をかけることは絶対にしないぜ。まあ、いずれわかるわよ。いずれ。ね。